このスマ。おお、あの固いゴーレムを一刀両断かよ。味方と分かっててもおっかねえな。また腕を上げたんじゃないか。アイリス様に比べれば私なんてまだまだですよ。それよりあれは。んだよあれ、もしかして全部ゴーレムか。眠ってるのか。このまま放置してやり過ごしたいところだけど、そういうわけにもいかないんだよな。ええ、ゴーレムの残党狩りが今回の目的ですので。ですが討伐対象であると同時に貴重な研究材料です。倒す前に一度体を調べてみてもいいですか。何言ってんだ、いいからさっさと目当てのブツを探そうぜ。そうそう、研究者の血が騒ぐのはわかるが、迂闊に近づいて起動したら危ないしな。ほらほら行くぞ。え、ちょっと押さないで。あー、メガネか。もう何するんですかカズラさん。わ、悪い、ただ怒鳴ってる先は俺じゃなくてダストだぞ。この距離で俺とカズマ間違えるとかすげえな。すみません。メガネは、あ、今の何の音。カズマ見ろ、シェリーの足元。よかった、メガネありました。どういうことですかこれ。こっちのセリフだ。変なボタンを押しやがって。ゴーレムたちのお目覚めだ。一旦引くぞ。カラスマ。おい、こいつら遺跡の外までついてくるぞ。やばい、囲まれた。くそ、こんな時にあいつらがいてくれたら。ちくしょう、こんなことになるならあいつにちゃんと謝っとけば。すみませんでした。その言葉を待ってたわ。え、敵の攻撃は私が引きつける。重い一撃、大歓迎だ。さあカズマ、いつもの小ずるい作戦お願いしますよ。小ずるいって言うな。というか、なんでお前らがここに。実はとある筋から手紙が届いてね。リーンまで。アイリスとの食事会を中断して駆けつけてあげたんだから、ありがたく思いなさいな。手紙無事に届いたぞ。私たちの喧嘩のせいで面倒をかけたな、シェリー。いえ、皆さんが喧嘩しているのは見ていて辛いですから。それにしてもいいタイミングでしたね。まさかシェリーが。黙っていてすみません、少しおせっかいかなとも思ったのですが。お前は命の恩人だ。待て、よく考えろよ兄弟。元はといえばこの女がゴーレムを起こさなければこんなこと。いって、せっかく丸く収まりかけてんだからちゃちゃ入れ禁止。さあちゃっちゃと片付けるわよ。よし、お前ら行くぞ。このスマ。キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。
さすがゴーレム、癖になる一撃だ。いいぞオタクネス、そのまま敵の攻撃を防いでくれ。みんなはゴーレムを遺跡の入り口に追い込むんだ。ブレードオブウィンド。ゴッドブラー、相手は死ぬ。どりゃ、よし、めぐみ、準備はいいな。敵を集めて一網打尽にする作戦ですね。ほら、すきっぱらで夜中に目が覚めて寝不足になった男の悲しみを知れ。八つ当たりも大概にしなさいってば。もう一丁、ブレードオブウィンド。今だ、メグミン！エクスプローション！ナイス爆裂！本当にすみませんでした！はぁ、最初から素直に謝ればいいものを。アイリス様も心配していたからな。この辺りで仲直りとしよう。素直に謝ったし、リーンもそれでいいわよね。ふん、そうね。まあ許してあげる。ミーアちゃんたちにも感謝しなさいよ。我が妹コメコにも。あのちびっ子どもに？なんでだよ。いやあ、もうあいつのこと思い出すだけでイライラするな。今日はどこを突き歩いてんだか。あら、あもあもん、のもらうめ。カズマたちに感謝だな。カズマたちに感謝？どういうこと？この肉はな、カズマとダストがくれたんだぞ。あの二人が？兄ちゃんたちしょんぼりしてた。どうした？あいつら腹減ってるミーアたちに肉全部くれたんだぞ。困ってるやつほっとけないんだ。サキュバスだって同じだ。でもね、ミーアちゃん、サキュバスはいくら低級って言っても悪魔なわけで。困ってるやつを助けるなんてナモラすごいと思うけどな。うん、兄ちゃんたちすごい。リーンからその話を聞いて、私たちも少し考え直したのですよ。サキュバス擁護は未だにいただけないが、カズマたちらしい行動だったと。今回だけよ。お前ら、さあこれで一件落着ですかね。どうしますか。入り口崩れちゃってますけど、遺跡に戻って魔道具探し続けますか？ああ、やめだやめだ。疲れちまったし、とっとと帰ろうぜ。だな。当初の目的は晴れて達成したわけだし。自然の中で飲むシュワシュワは格別ね。釣りたての魚も本当に美味しい。鮮度が違うわ。ですが、こんな場所での食事で本当に良かったのですか？はい、美しい自然の中で食事会の続きができるなんて感激です。食事会を中断した上、わざわざ足を運ばせたのです。これくらいのもてなしはさせてください。お気遣いは無用です。私もお兄様にお会いしたかったですし。そのお兄様は？はーい、もうじき魚も釣れるはずだから準備しといてくれ。任せっきりでいいのでしょうか？いいのよ、カズマからのお詫びってことらしいし。ほーら、ダストもしっかり働きなさい。へいへい、人使いがあれえな。せっかくです。アクア、
いつものをやってください。ふふん、ゲーってのは壊れてするものじゃないわ。でも今日くらいはいいかしら。絆復活の花鳥風月。はあ、すっごく綺麗ですね。本当にアクアさんは器用ですね。たまにはこういったピクニックというのもいいものですね。ええ、私もみんなで賑やかに過ごすのが好きです。クレア殿にもアイリス様が楽しんでおられたとお伝えしなくては。カズマ、そろそろ乾杯しますよ。はいよ、もうちょっとだから待ってくれ。一時はどうなることかと思いましたが、無事に仲直りできたみたいですね。ピクニックなんて羨ましいな。見てよ先輩、美味しそうな料理がたくさん。あーしも混ざりたい。今は我慢ですよ。店舗存続の危機を乗り越えたばかりなのです。こうして日陰から見守っていられるだけで贅沢というものですよ。カズマ、早く早く。ラストもほら、この数日いろいろあったけど、女神の名のもとに全て水に流してあげる。それじゃあ改めて乾杯。このスバメインストーリーは